リンゴスターは、イギリスのミュージシャン、俳優、本名、リチャード・スターキー、元ザ・ビートルズのメンバー、ザ・ビートルズのドラマー、メンバー4人のうちリンゴだけは、クオリーメン時代からのオリジナルメンバーではない。左利きだが、ドラムセットは、右利きのセッティングである。ビートルズのメンバーの中では、作曲能力の優れたジョン・レノンとポール・マッカートニーの、影に隠れ、 ジョージ・ハリスンと同様に地味な存在だったが、リンゴのドラムスはビートルズサウンドのようとしてメンバーを支え続けた。曲の基本理念によって全く異なるノリを構築するリンゴの間の作り方の器用さ、引き出しの多彩さはポールのベースラインと並んで評価が高く、レコードコレクターズの20世紀のベストドラマー100では2位にランクしている。また、ボーイズ。 グッドナイトイエローサブマリンなどリンゴがリードボーカルを務めた楽曲もある。ソロでの代表曲には思い出のフォトグラフ、明日への願いなどがある。現在の妻は映画007私を愛したスパイのボンドガールで有名な女優のバーバラバック。ドラマーのザックスターキーは長男。ザックの娘、ターシャスターキーはベーシストとして活動している。 ビートルズ解散後もソロミュージシャンとして活動している。なお、2019年9月現在、ビートルズのメンバーで、ポール・マッカートニーと共に存命している。リバプールのロイヤル・リバプール小児病院で、1940年7月7日に誕生。労働者階級の出身だった。労働者の監修に習い父のファーストネームを命名される。3歳の時に、両親は離婚し、 母子家庭という環境で育ち、父との思い出と呼べるものは何もないと述べている。アイルランド人、スコットランド人の地が入っている。小学校低学年時に、盲腸炎、腹膜炎などで1年以上休学し、勉学面でついていけなくなった。そのため、学校をずる休みすることが多くなってしまった。12歳の時、母エルシーが、ペンキ職人、ハリー・グレーブスと再婚、病弱だった。 彼は入退院を繰り返し、学校にほとんど行くことができなかった。この入院中に医者から教えてもらったのが、ドラムでやがて院内のバンドに加入した。以来、リンゴはドラム以外の楽器に関心を示さなくなっていったという、ドラムセットを手に入れた後は、もう学校に戻ることはなかった。昼は工場で働き、夜はダンスパーティーなどでドラムを叩くという生活を送り、 数々のグループに在籍して腕を磨いていく。ビートルズに出会った時にはロリー・ストームザ・ハリケーンズというバンドのドラマーを務めていた。当時ビートルズのドラマーだったピート・ベストが1962年8月16日に解雇され、リンゴが8月18日にビートルズに加入して新たなドラマーとなり10月5日にレコードデビュー。若い頃から職を転々としていたリンゴは プロのドラマーになって初めて金銭を安定的に得られるようになった。リンゴはビートルズ加入前にビートルズの面々とハンブルク巡業時に顔見知りになったがジョージ・ハリスンは出会った頃のリンゴは僕らよりも収入が多くて僕らよりも早く車を買って乗り回していたと述べている。芸名のリンゴスターとはロリー・ストームハリケーンズ時代にそれぞれが芸名を 考えた時に付けられたもの。指輪が好きで、両手にいくつも付けていたので、リングスと呼ばれていて自分がリンゴキットに憧れているので、リンゴと命名。リンゴはリンゴスターキーで行くつもりだったけれど、しっくりこなかったのでスターキーを半分にして、R をもう一つ付けたと発言している。身長は5フィート8インチ。A h ハードデ a ズナイトエイト8 d ズエ s A ィークトゥモローネバーノーズなど。 ビートルズの楽曲にも、リンゴの発言を曲名にしたと言われるものは、多々あるが、いずれも文法的には正しくない。ジョンは、リンゴの、こうした言語感覚を称えて、リンゴイズムと呼び、リンゴは時々、ちょっと面白い言い間違いをするんだよ。文法の間違いだとか言うようなのじゃない、ジョークっぽいやつ。これが結構、いいネタになるのさと発言している。 1965年2月にモーリン・コックスと結婚、同年9月13日に、長男ザック誕生、同年、うん勲章ん5級を授与される。ビートルズの成功で、昔から親しくしている親戚と食事をしても相手が、よそよそしくなってしまい、以前はそんなことなかったのにね。でも、前みたいに接してくれよとも言えない。そんなことを言えば、それこそ、僕が選ぶってるみたいに思われちゃうだろ と後に語っている。ビートルズが1970年以前に公式発表した楽曲のうち作曲家としてのスターの使命がクレジットされているものは5曲あり、そのうち彼が単独で作ったものは2曲である。また彼がリードボーカルを担当している曲は十数曲存在する。また僕は皆と友達、僕の曲はアルバムに最低でも1曲入っていれば OK。 人気投票では3人に全くかなわないけど、2番目に好きなメンバーを選ぶ投票だったら、きっと一番になれるなどの発言から伺えるように、ビ e トルズのメンバーの中で最も穏やか、かつ人格者であったことでも知られ、彼がいなければ、ビ e トルズの解散は、もっと早まっていたとも言われている。リンゴは2週間ほどレコーディングを離脱したことがあった。当事者サイドの見解によると、 1968年のアルバムザ・ビートルズのセッションでバックイン・ザ・ USSR をレコーディング中のこと自分のスケジュールを常に他の3人に合わせ自由な時間もほとんどない状況でその上ポール・マッカートニーがリンゴのドラミングにいちいち注文をつけ挙句の果てにはポールが自分でドラムを叩きこういう風にやるんだよというとさすがのリンゴも激怒した彼は やめてやると言い放ち、スタジオ後にしたのだった。また、その騒動の直前には、リンゴは、他のメンバーは、仲良しで、自分だけが阻害されていると感じ、ジョンの家へで向き、君らは、仲良しで僕はのけ者だし、プレーも良くないからやめると伝えた。するとジョンは、仲が良いのは君ら三人だよと答えた。リンゴは、その後、ポールの家へ行き同じように伝えると、ポールも、 仲が良いのは君らだろうと返事をした。ポールは後年、普段は本人を前にして、君が最高のドラマーだなんて言わないだろう。だからリンゴは不安だったんだと思う。君は最高と伝える必要があったんだと語っている。ポールはリンゴのプレーを褒めちぎり、ジョンは励ましの電報を送り、ジョージはスタジオ中に花を飾って、リンゴを迎えた。九百七十年代前半。 編集ポール・マッカートニーがビートルズ脱退を表明する直前にスタンダードナンバーを集めた初のソロアルバムセンチメンタル・ジャーニーを発表。これを機にリンゴはソロミュージシャンとしての活動を指導する。同年12月には2枚目のアルバムカントリー・アルバムもリリースしている。シングルでは自作のボーク・オブ・ブルースや明日への願いを発表した。明日への願いとバック・オフ・ブーガルーは ヒットチャートを賑わした。ジョージ・ハリスンとの共作曲、思い出のフォトグラフや、ユア・シックスティーンは全米チャートでナンバーワンを記録した。リンゴは1970年代前半に、ジョン、ポール、ジョージ・ラ・ビートルズの元メンバーと同様、コンスタントにシングルヒットを連発した。さらに1974年に、プラターズのカバー、オンリー・ユー、75年に、 ノ脳ー脳ノーソングがヒットした。日本独自のヒットとしては七十四年の大マイマイがある。シングルだけではなく、アルバムでも彼は成功を収めた。九百七十三年発表のリンゴは全米一位にランクイン。ビートルズ解散以降初めて四人のメンバーが一枚のレコードの中で名を連ねた作品という話題性も手伝ってのことではあっただろうが、いずれにしろここに至って彼は、 ソロキャリアの頂点に達する、ジョン・レノンやエルトン・ジョン、ニルソンなど豪華な作家人が楽曲を提供し、レコーディングにも参加した自作のグッドナイト・ウィーンも前作同様に大ヒット、ジョージが企画して行われた1971年のバングラデシュ難民救済コンサートも含め、1970年代前半のリンゴは様々な分野で大活躍した。 1970年代後半から1980年代、編集しかし、1976年にフルス EMI、アップルを離れ、アトランティックレコードに移籍した頃から、好調だったソロ活動に、陰りが見え始める。当時リンゴは、自らのレーベル、リング・オー・レコードを設立。作品のプロデューサーにアリフ・マーディン、作曲家に、ヴィンセント・ポンシア・ジュニアなどを迎え、 極めてファンキーなサウンド作りに徹していた。しかし、そういった路線をより具体的に打ち出した1977年のアルバムウィングズリンゴ g 4は、ビルボードのアルバムチャートで100位圏外という結果に終わってしまう。この作品の売上不振を原因に、彼はアトランティックから契約を打ち切られている。プライベートでも腸の病気を患って一時期得く状態に陥ったり、 ロサンゼルスにある自宅が火事で全焼したりと、1970年代後半は、リンゴにとって多難な時期となった。そんな中、彼は、自らが主演を務める映画、おかしなおかしな石器人の中で共演した女優のバーバラバックと恋に落ち、1981年に再婚。だが、その前年1980年12月、ニューヨークでジョン・レノンが、 精神疾患者に殺害されるという衝撃的な事件も起こった。この事件が起こった直後、夫妻は急遽ニューヨークの小野陽子の元に向かい、ジョンの死を悼んだ。1980年代には2枚のオリジナルアルバムを発表したが、シングルカットされて全米トップ40ヒットとなったラックマイ・ブレイニー以外はヒットには至らなかった。 ジョー・ウォルシュをプロデューサーに迎えて制作された1983年発表のオールドウェーブに至っては、本国やアメリカではリリースさえされなかった。1980年代の彼は、私生活でもとても大敗的な低堕落だったようで、ポール・マッカートニーや、ジョージ・ハリスンのアルバムや、チャリティ・コンサートなどでドラムを叩く活動が中心だった。1980年代後半は、 アルコール依存症にも悩まされていた。近年、編集そんな彼も、1989年に、アルコール依存症患者構成施設での治療を経て、カムバック、ブルース・スプリングスティーンのバックバンドである、イーストリートバンドや、イーグルスの元メンバーなどを集めた、リンゴスターヒズ・オールスターバンドという新バンドを結成し、ビートルズ解散後初の本格的なワールドツアーに出る。 その年の秋には日本公演を実現、元メンバーで解散後最初に武道館公演を行った、ビートルズのメンバーがコンサート最高を目的として日本に行くのは実に23年ぶりのことであった。1992年に久々のアルバムタイムテイクスタイムを発表してからは、その活動はますます精力的なものとなり、百九十五年にはオールスターバンドを従えて、 再び訪日した。この際の武道館公演は、ボリューム l 1というタイトルの CD となって、アメリカのブロックバスターから通販限定で販売されている。1998年には、キャロル・キングやヤロ・スミスなどを手掛けたことで知られる、マーク・ハドソンを作曲パートナーと共同プロデューサーに迎えて、制作されたオリジナルアルバム、バーティカルマン、リンゴズ・リターンをリリース。マッカートニー。 ハリスン、ブライアン・ウィルソン、アラニス・モリセットなど豪華なゲスト陣と共にレコーディングされたこのアルバムは彼にとって実に22年ぶりとなる全米アルバムチャートのトップ100入りを果たした。その後はハドソンをパートナーとして精力的に創作活動に臨み数枚のアルバムを発表している。数年間隔でオールスターバンドのツアーもこなし、 マイペースながら着実な活動を続けている。2008年にはメンバー中唯一サインに応じる元ビートルとしての生活に嫌気がさした年10月20日以降はどんなものであってもサインしないファンレターも読む暇がないのでゴミ箱行きになるから送らないでほしいと声明を出した。報じられたニュースによればファンレターの返事にサインを送ると 送ったサインが転売されるというケースが頻発したことに対する奮劇であるとも言われている。2011年頃にはギターを弾いている場面がよく見られる。サマーツアーインヨーロッパのムービーでは青いフォークギターを弾いている。その他にリンゴのホームページでエレキギターやピアノを弾いているところを見ることができる。2013年にはリンゴスターヒズオールスターバンドとして3度目の日本公演を 行った。2014年には、ビートルズの米国上陸50周年のメモリアルイヤーとして、グラミー賞受賞式で、ポールと共演。そして翌1月27日、ビートルズ訪米50周年トリビュートコンサートザ・ナイトザットチェンジドアメリカ、A、グラミーサルートツーザ・ビートルズが開催。ラストでは、ポールと共に、With a Little Help、From My Friends と、平柔道を披露して、 会場を熱狂させた。2015年にロックの殿堂入りを果たし、ビートルズはバンドとしてだけでなく、メンバーがそれぞれ全員殿堂入りを果たした。2016年にリンゴスターヒズオールスターバンドとして4度目の日本公演を行った。2018年3月20日、音楽界への貢献やエイズ研究などへの支援が評価され、ナイトの爵位が授与された。2019年に、 リンゴスターヒズオールスターバンドとして5度目の日本公演を行った。リンゴは多くの映画に俳優として出演するなど、音楽以外の面でも才能を発揮している。ドキュメンタリー映画、レッド・イット・ビーを除くすべてのビートルズの映画作品において、リンゴは主役、またはストーリーの中心的な存在となっている。ビートルズのフロントマンであるレノンやマッカートニーも、 これらの映画作品の中ではリンゴを引き立てる脇役に徹している。他のメンバーと違って作曲家としての才能に長けていなかったこともあって、ビートルズ後期になると彼はより映画の仕事に重点を置くようになり、ピーター・セラーズとの共演作、マジック・クリスチャンやキャンディなどに出演した。映画、おかしなおかしな石器人での共演をおきっかけに結婚した現在の妻バーバラバックも、 かつては映画007などに出演していた女優である。1980年代にはビートルズの他の二人の元メンバーとそれぞれスクリーン上で共演した。1982年には妻と共にゴドレークレームが監督を務めた短編映画ザ・クーラーに出演し映画を制作したマッカートニー夫妻と共演した。マッカートニーによる1984年公開の 映画、やと、ブロードストリートでも彼はサントラへの参加のみならず俳優として演技していた。ハリスンとは1985年公開の映画、レゲエデ・ゲリラで共演、エリック・クラプトンをはじめとする豪華なミュージシャンたちと揃って演奏するシーンに出演していた。本業の音楽に再び性を出すようになった1980年代後半以降、彼が 映画に出演する機会は減りつつある。リンゴは1984年より、イギリスで放映が開始された子供向け TV シリーズ、機関車、トーマスのナレーターに抜擢され、作者ウィルバーとオードリーの自宅を訪問するなど番組との良好な関係を構築した。さらに1989年からは同作を、コーナードラマとして放映するために、米国 PBS が制作した子供向け番組。 シャイニングタイムステーションにミスター・コンダクターという実写の役でレギュラー出演する。しかし、前日のリンゴスターヒズ・オールスターバンドとしての活動に専念するため、機関車トーマスの出演は1986年放映の第2シリーズまで、シャイニングタイムステーションの出演は1990年までとなった。その後2009年に BBC が制作したチャリティーシングル、 チルドレイン・ミード・メドレーでは再び、トーマス役で出演している。その他、1991年放映のアニメ、ザ・シンプソンズ第2シーズン第18話、マージは、芸術家では、本人役で出演し、2014年放映の 3D、CG アニメーション、パーパフ・ガールズ・ダンス・パンツにご用心。では、フィボナッチ・スパン・コールという役で出演した、リンゴ・スター・キズ・オール。 スターバンドもサンショーリンゴは1989年以降現在に至るまで不定期であるものの数年間隔のハイペースで大物ミュージシャンを多数集めたオールスターバンドを結成し活発にツアーを行っている。そのメンバーはイーグルスのジョー・ウォルシュとティモシー・ B ・シュミット、イーストリートバンドのクラレンス・クレモンズやニルス・ロフグレン、リチャード・マークス、トット・ラングレン、ビリー・プレストン、 シーラインなど、まさに百花両覧で、ツアーが行われるたびに顔ぶれは流動的に変化している。また、スターの息子でありオアシスや、ザフーのドラマーとしても知られるザックもたびたび参加している。1989年、1995年、2013年、2016年、2019年には日本公演が実現し、1995年のライブは、 リンゴスターヒズ・オールスターズ・バンドボリューム1のタイトルでアルバム化された。歴代のオールスター・バンドのメンバー編成は次の通り。詳細は、リンゴスターの作品を参照ソロライブ以外は、オールスター・バンドによる、ライブ・エイジャックス・ドラムセットブラック・ダイヤモンド・パール食1958年4月27日に購入した障害発の本格ドラムセットで、スキッフル・バンドやロリー・ストーム ザハリケーンズ時代に使用。シングルヘッドタム仕様の安いモデルだった。約2年間使用した。プレミアドラムセットマホガニーデュロプラスチック色、ロリーストームザハリケーンズ時代からビートルズ初期にかけて使用していた茶色の2代目のドラムセットで約3年間使用した。1960年7から9月頃に購入したものでカラーもヘッドの質も音も悪かったとの声もある。 最初バスドラムのフロント側に装着するヘッドには、プルミエロゴの元に、リンゴスターと文字を入れていた。その後、1963年2月に、無地のフロントヘッドに、カブトムシの角を模した、ザ・ビートルズのロゴが描かれた、ものに変更した。セット装着のヘッドは主にプレミア社の、エバープレイヘッドである。なお、同色のボンゴも所有していた。このセットは1963年5月。 ラディック製ドラムの購入のためドラムシティ、楽器転したりに出した。ラディックドラムセットダウンビート型オイスターブラック、パール色ビートルズ初期に使用した3代目4代目のドラムセットで、主に表舞台では、使用期間が短く3代目が約1年間使用。4代目は5代目の大きいサイズを購入したため4ヶ月しか使用しなかった。3代目は1963年4から5月に、 イギリスのドラム式楽器店にて購入。その際店長より、パイステシンバルをリンゴに提供した模様。5月12日バーミンガムにある、アルファ、テレビスタジオで受け取り初使用する。1964年1月にバスドラムのフロントヘッドのルートビヒロゴがほとんど剥がれて、なくなっていたためヘッド自体は交換せず、ルートビヒのロゴのみ書き直す。4代目は、 購入1ヶ月後にタムホルダーを変更したが、この3代目は純正レールマウントのまま今日に至っている模様。そしてこの3代目セットは、リンゴスター本人が2015年12月3から5日に、アメリカビバリーヒルズで開催されたジュリアンズオークションズに出品し211万ベイドル約2億6千万円で売却された。なおジャズフェスティバルスネアも同じく7万5千米ベイドルで売却する。 四代目は1964年2月にアメリカマンハッタンのマニーズ楽器店で同じサイズのものを購入その際シンバルも何枚か購入する3月初めにロジャースの水防マチックタムホルダーに交換する特に製品としてセットされた組み合わせではなく店の在庫を組み合わせたかラディックスーパークラシックとラディックダウンビートを組み合わせたオリジナルセットの模様あの有名な ザ・ビートルズと書かれたドロップ T ロゴはドラムシティ楽器店のオーナーの相棒アービターが考えたアイディアをもとに同店のドラムヘッドに文字入れを行っている看板職人エディ・ストークスの手で書かれたもので同店はライセンスは取っていなかったロゴはバスドラムのフロント側に装着するレモ社の20インチのウェザーキングヘッドに書かれていたバスドラム以外のヘッドは ラディック社のウェザーマスターヘッドが付けられていた。ラディックドラムセットスーパークラシック型オイスターブラック。パール色ビートルズ初期から後期にかけて使用した5代目6代目のドラムセットで5代目は歴代仕様のドラムセットの中では一番長い約4年間使用。6代目は約3年間使用した。5代目は1964年5月に。 イギリスのドラムシテ楽器店で購入したもので5月31日ロンドンのプリンス・オブ・ウェールズ・シアターで引き渡された。6代目は1965年8月に同じサイズのものを購入。ロゴはバスドラムのフロント側に装着するレモ社の22インチのウェザー・アーキングヘッドに書かれていた。バスドラム以外のヘッドはラディック社のウェザーマスターヘッドが付けられていた。平1度ではタム、 フロアタムに毛布をすっぽりかぶせ、響きを極限まで抑える、独特のサウンドを生み出した、ラディックドラムセットハリウッド型ナチュラルメープル、色ビートルズ末期に使用した、ナチュラルカラーの7代目ドラムセットで、約1年使用しビートルズ解散後も時々使用した。7代目は1968年後半に購入したセットで、タムが2個に、シンバルが3枚と、おのの数的に、 グレードアップしている。ゲットバックセッションでは、バスドラムのフロントヘッドはつけずに毛布を入れている。フロアタムにも布がかぶせられているほか、ハイハットタンバリンを装着している。ドラムスティックビートルズ時代は、ドラム式楽器店より供給されていた。材質は不明だが、現在でもドラムスティックの材質として、一般的なヒッコリーか、オーク材が使われていたと思われる。サインや、リンゴと刻印された。 シグネーチャーモデルのスティックも発売されている。タンバリン、ラブミードレコーディングの際には、セッションドラマーにドラムを取られてしまったため、タンバリンを叩いているバージョンがアルバムでは採用された。映画、ヘルプ。4人はアイドルで、悲しみはぶっ飛ばせでもタンバリンを叩いている。ボンゴ、マラカスアルバム、ビートルズがやってくるや。やと、やと、でしよう。ティンパに、エブリリトルシング。 ストロベリーフィールズフォーエバーで使用。ありがとうございます。